整数 x は x は整数まあ x は、はいはい、5で割ると3余り、5で割ると3余りってことは、5で割ると3余りってことは合計足す3かな、これいいですか、はい、いいかがですか、合計足す3でいますよね、5で割ると3余りやけん、まあこうなります、再動作、はい、で7で割ると2、 KLM でいきましょうか、7で割ると2余り、はい、で13で割ると5余り、13で割ると5余りで、この X を求めなさいの最小の数字を求めなさいという問題ね、はい、困りましたね。で、ですね、このじゃあ X というやつをこれこう書くんですよね、あ、ちょっと待ってね、これここがいいですね、モジュロというのを使うと、これ合同マークですけど、まあ、こうちょっと別に どうでもいいんですけど、こうなります。でこれも、2とこれこういうふうに書き直すことで7で割れば、あ、初めての人を今日見たらいいでしょう。でこれが5だと、13で割ると5になりますと、こういう、まあ、これは単な記号です。でそしたら興味があるのは、5で割って余り屋さんなんで、これを5で割ろうかとなるわけですね。ここ5があるから、余りないから、そしたら 13m たす5を5で割ったら、13を5で割ったらっていうか、ちょっとこれずるいけど、10m たす 3m たす5だよね。そしたら 10m を5で割ったら余りは0、0だよね。でこれはまだ分かんないから 3m で、これは0だね。ということは、これは、実は 3m で、あ、その場合ちゃんとここ書いて、ここで割ったときはこうなります。だからこれをもうちょっと青で分かりやすく練習とすると、13m だから13を5で割ったら何ですか、3ですね、だから3だと、でこれ m だと、そして、5で割ったら0だからといっていきなり1です。こういうふうに分けてもいいけど、13を5で割ったのをここに、でこれは分かんないからね、して、これを5でいきなり 3m と言ってもいいです、もしくはこれを分割していってもいい、だから結構は一緒ですね。で次ですね、そうなってくると、ところが3で割ったら余りは何でした、あ、5で割ったら余りは3でしたよね。ということは、この 3m は3にならないとダメだということですね。そしたら、m の値を調べていこうということで、 m に0を入れる、1を入れる、2を入れる、3を入れる、4を入れる、でここで5って入れたいけど、5を入れると、5で割って 5を5で割った余りは0だから0ですよね。ってことはこの5と0は一緒だと。で6は6を5で割った余り1だから1ですね。だからということは、この5と6はもうここに入るから省略と考える、そして考える、そしたら今実際にやってみると、0を入れたら30と1は、あ、これは3ですね、すみません、30と3は等しくなりませんね、だから却下、ダメで、だからダメ、31は3ですね、で、32は6だから1ですよね。だからこれは、3じゃないから、2はダメと。で33は9だ。でこれは4ですね。だからこれは、本当は全部モジュロの55って全部書かないかん、書かないかんけど、これは、なんか3じゃないからダメ。3の4は12だから、2だから、これも3じゃないからダメと言って、 m は1になるから、この m の取り得る値は5
で割って余り1になるグループだけ OK ですと。というようになります。そうすると、M の値はこれイコールになるんだけど、どういう数字が具体的に入るかというと、余りが、1になるやつ。ということは、1、6、11、16、わあ、どこもない、21、26、31、まあ、36か。こういうグループになっていくことになります。で、あと、ここで、この2つを使ったから、あと作ったのは 7L ですね。これを使うと。そしたら、M は実際これしか入れちゃいけないので、13、M、足す5の、モジュロの、7にしてみましょう。で、これが、2になればいい。2になる数字までいけばいい。ということで、じゃあどうしましょうということで、13×1 足す5と。で、これ7で割ったら、はい、どうなります？ 13、7で割ったら 6? したら6足す5。はい。11を7で割ったら 4。だから、これは2にならないからダメ。次。じゃあ一応全部これ。は大変だ。はい、13×6 足す5。はい、13を7で割ったら6。6を6で、7を6で割ったら6。7を6で割ったら6だね。で、こういうこと。そしたら36を、これ7で割ったら7×35だから1。1足す5だから、これは6だから、これは2じゃないか。ということでダメと。いや、まあこういう機会だからやっちゃいますよ、全部。で、13の11足す5と。はい、で、13を7で割ったら5。11は4。で、5。6、4、24。24はどうなる？3。だから3。足す5で8。だからこれは1だから2じゃないと。ということになるのかな。いいですね。信じますよ。そして次は13を、なんかこれいい方法ないんだろうな。で、13、6だけ。はい、これは6。16は2。まあ、いい機会だからでもします。6に12。はい、12は何だったら5。10。はい、10は5では何だったら3。だからこれ2じゃないからダメ。わかりますかね。はい、13かける次は21。うわあ、もうこれ悩みますね。13は入らないから6。21は0。だからこれは、5だから2じゃないからダメ。そして次は13を26。もうこれだけやってきたらいいですね。はい。そしたら13は6。26は5。足す5で、はい、30。30を、まあ35に行った方が早いですね。35だからこれ0。だからこれ2じゃないからダメ。はい、次は13の1足す5。はい、13を、で、これ6。31は3。で、これ5。で、18。18足す5。そしたら18足す5はもう、18は7で割ったら4。で、4足す5で9。9は2ということでやっと出てきました。ということで、これで答えは31だと思います。そこで、この数字は 13×31 足す5で答えなんですか。408が回答になるということになります。さて、わからないよ、説明。はい、じゃあ、朝初めてだからいいね。はい、疑問点言ってください。でしたか。はい、だけど、ちょっと書き写す前に理解できてますか？なんとなくわかります。なんとなくわかりますか？で、便利がいいってことがわかりましたね。こういう、この計算をわざわざ全部書きましたからね。
その計算の仕方から学びましたね、これの使い方が。一応これ全部これ書いてくださいね。本当は書かないでいくんですよ。こういうモジュロの7のルールで基づいてやってますということをちゃんと一応全部書かないと何の意味か分かりません。もうすいません、もう最初だから真面目に書きます。こうなります。疑問点はありますか？この2段目が基本だってことですけど、いい機会なんで本当に真面目に、じゃあ 13×6 をしてみましょうか。あ、というかね、こうなんですよ。10、あ、13っていう数字は7たす6ですね、と6ですよね。したら7たす6だから 7×6 と 6×6 に分解されません。で、これって7で割り切れません。だからここだけが残ってます。で、これこうでしょ。で、6636とここになりました。で、36も、7×5 を足す、1でしょ。4535の1。そして、足す5だから、これは7で割ったら余りは0でしょ。だから1足す5。で、1足す5で6。で、これ7で温める。これ、こう来てるんです。わかりますね。はい。